豆は食物繊維が豊富で腸内フローラを最適にするのに、最適な食物です。特にビタミン、プロテインも多くですね、人類にとって、完璧な食物と言えます。国連によって2016年が国際豆年に制定されました。豆の良さをですね、皆さんに再認識していただく活動を進めたいと思っております。特に日本では、豆の王様と言われる、トラ豆、私個人的にトラ豆一番美味しいなと思いますが、トラ豆の豆スープ、豆カレー、豆ご飯、これを広げていきたいと思っております。国際豆年によって、豆料理がもっと身近な料理になり、家庭でもっとですね、豆ご飯、豆、スープ、豆カレー、もっと頻繁に食べていただけるようになってほしいです。2016年は国際豆年です。みんなで豆を食べて元気に健康になりましょう。